カゴ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 、オラはカゴじゃ。おい、カゴ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 、落ち着け。あんたまともな人かい。ああ、よかったよ、あんたはまともなお人だよ。あんた何か聞きたいことがあるのかい。ただすまねえが、おらこのままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている。おらにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな、きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだけどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている。わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか気になる、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな、まったく忌々しい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ。池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは。神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた、みなで都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。そうかい、行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。